私は南。3ヶ月前に娘のレナが生まれ、本当なら子育てに集中している時期なのだが、父さんも母さんもレナに会えるの楽しみにしてるし、俺もすぐ地元で仕事が決まったし、会社の父さんも悪いことばかりじゃないって。うん、南もいい加減気持ち切り替えていこうよ。怒ってしまったことはもう仕方ないことなんだしさ。そうだね。夫工事の会社が突然倒産した。いきなりのことでまだ気持ちの整理がついていないし不安なままだ。1ヶ月前。倒産？ああ、俺も驚いてる。とりあえず今月分の給料と少ないけど退職金は出るらしい。でもこんな急に。仕方ないだろ、もう決まってしまったんだから。そうね、わかったわ。じゃあ私の育休は取りやめにして、すぐ仕事に復帰できるか会社に聞いてみるね。それなんだけど、南、会社辞めてくれないか？何言ってるの？工事の会社が倒産したなら私が働かないと。実はさ、前から地元の仲間の会社に誘われてて、いい機会だしそこで働かせてもらおうと思うんだ。そんなの初めて聞いたわよ。いや、ほら、今までは断ってたし、俺もまさか会社が倒産するなんて思ってなかったし、あえて南に言うことでもないかなって。けどこういう状況になった以上、誘ってくれる人のところで働きたいなって。あ、給料は同じくらいもらえるから。地元って、ここから車で3時間以上かかる場所よね。じゃあ私の仕事はどうなるのよ。だからさ、辞めてもらえないかな。は？だって仕方ないだろ。仕方ないって、私今の仕事をやりたくて大学に入ったのよ。それにレナも生まれて、これからどんどんお金もかかるのよ。それに住む場所はどうするの？赤ちゃんいて部屋探しするの？誰がそれをやるのよ。それなんだけどさ、ひとまずうちの実家に同居はどう？え？両親に相談したら、実家に部屋は余っているし、両親も元気だから孫の面倒を見てくれるし、南も助かるんじゃない？でもいきなり同居なんて。とりあえずって形でもいいんじゃない？俺の仕事が落ち着いたら引っ越せばいいし。南、どうかな？正直納得はいかない。でも仕方ないっていうのはわかる。結局私は仕事を辞めて工事の実家へ引っ越す提案を受け入れた。レナはまだ3ヶ月だし、工事だけ単身赴任だといろいろ不安だし、今はこれしか道はないか。あ、南の会社を辞めるとき、俺の会社が倒産したって言わないでほしいんだけど。どうして？いや、だって恥ずかしいだろ。別に倒産は工事のせいじゃないでしょ。そうだけど、シンプルに地元の会社に転職するって言ってくれよ。わかった。スイタ、久しぶりだな。ただいま。今日からよろしくお願いします。あらあら、早かったのね。おかえり。待ってたぞ。お前たちの荷物は2階にあるからな。よろしくね。あらあら、レナちゃん寝ちゃってるのね。あ、かわいいわ。バーバですよ。工事にそっくりだな。そう？初めて言われたよ。なんだかちょっと不安だな。やっていけるかな。私、義父母とはほぼ結婚式以来なので、ここに来るまでどう付き合おうか悩んだが、会ってみると義父母は私にまるで興味がなく、初孫のレナにかかりきりだった。楽といえば楽なんだけどね、ちょっと複雑。それから1ヶ月後。南さん、そろそろ晩ご飯作る時間じゃない？あ、そうですね。あ、レナが泣いてる。授乳の時間なので失礼します。もうそろそろ母乳はやめてミルクにしたら？あなたもその方が楽でしょう。いえ、そんなことは。ミルクだったら私があげられるもの。ねえ、ミルクにしなさいよ。あの、でも夜間の授乳は母乳の方が楽なので。はぁ、やっとママと二人きりだね、レナ。授乳の時以外ずっとお母さんがレナのそばにいるから、抱っこもできない。疲れるなこの生活。義父母は決して悪い人ではないが、田舎特有の嫁は夫の親に尽くすべしという考えで、とにかくいろいろ押し付けられる。家事もほとんど私がやってるし、お母さんはレナの世話ばかり。工事は工事で毎日のように飲んで帰ってくるし。はぁ、今日も遅くなるから先に寝てていいよ。はぁ、実家に住むようになって工事は育児をほぼやらなくなった。母さんと南がいるから別にいいよな、とのんきに毎日地元の友達と遊び歩いているのだ。南さん、もう授乳終わった？うわ、ここまでレナを迎えに来た。あ、はい、終わりました。はいはい、レナちゃん、バーバがねんねさせてあげまちゅよ。南さん、玄関の電球切れそうだから夕飯の買い出しに行くついでに変えておいてね。はい、わかりました。レナはお母さんに取られちゃってるし、工事は帰りが遅いし、私はお手伝いさんみたいな生活だし、やっぱりこっちに来るの失敗だった気がする。ん？お母さんからだ。はい、どうかしました？さっき工事から電話があってね、あの子家の鍵を持っていくのを忘れたみたい。
今日も帰りが遅いみたいだし、南さん、今鍵あるなら届けてくれない？わかりました。じゃあ帰りに寄っていきますね。すみません。失礼します。あれ？まだ仕事中だよね。ん？奥から話し声が聞こえる。あっちかな？あ、いた。一緒にいるのは工事の地元の友達だわ。いやー、それにしてもこんなにうまくいくとは思わなかったな。倒産したことにするアイデアは俺だからな。感謝しろよ。感謝してるって。倒産の嘘のおかげで親孝行もできてるし、家事も育児も嫁さんと母さんだけで俺何もしなくていいんだもん。最高だよ。工事の嫁さんがちょっとかわいそうだけどな。いいんだよ。あいつ仕事大好きだから家のことおろそかになってて困ってたんだよ。そうなの？じゃあ家事は分担だったの？そうだよ。家事も育児も。仕事から帰ってきて疲れてるのに、子供のおむつ替えとかやりたくねー。ほんと、男は仕込むのが仕事で、そっからは女の仕事だよな。はっはっは。父さんが、嘘？お、そろそろ時間だ。飲みに行こうぜ。おう。ねえ、今の話って本当なの？え？南、なんで？倒産したのが嘘？じゃあ私は工事の嘘のために会社を辞めたの？あー、奥さん、これは。あなたたちは黙っていて。ごめん。でも、地元に帰りたかったのは本当なんだよ。こっちに帰ったら俺も知り合い多いし、南だって育児で一人にならずに済むだろ？それ、本気で言ってるの？朝から晩まであなたの実家で家事をやらされて、レナの面倒はお母さんに奪われて、工事は毎日飲んで帰って遅くて話す時間もない。私がこんな生活を望んでいたと思うの？今はこれしか道がないって思ったから頑張ってたのに、全部工事のわがままだったんじゃない？そんなこと言ったって、俺だって苦しかったんだよ。レナは可愛いけど、仕事で疲れてるのに育児しろって言われて、このままこの生活が続くのかって思ったら、耐えきれないって思ったんだ。俺は生活に余裕が欲しいんだよ。一人でゆっくりする時間が必要なんだよ。なのに南はそれも許してくれないじゃないか。おい、コウジ。ああ、そう。そんなに私との生活が苦しいの。じゃあもう別れましょう。なんでそうなるんだよ。まるで自分は育児に協力的だったみたいな言い分だけど、時々おむつ替えした程度じゃない。夜泣きだって一度も変わってくれたことないでしょ？なのに苦しい？冗談でしょ？たったそれだけであんな嘘をついて私がずっとやりたかった仕事を辞めさせたの？でも俺は。工事っていつも自分のことよね。私のことなんてどうでもいいってよくわかったわ。みなみ、どこ行くんだよ。帰るのよ。もうあんたの顔なんて見たくない。声も聞きたくない。待ってくれよ。ちゃんと話し合おう。話し合う？それを放棄して嘘をついて私とレナをここまで連れてきたくせに今さら何を言ってるの？なんだよ、もっと俺の気持ちを分かってくれたっていいだろ。そうね、よく分かった。だから自由にしてあげるわ。離婚でね。南さん、レナをどこへ連れて行くの？さよなら。もう工事さんと離婚しますので今までお世話になりました。待ちなさい。工事はどうしたんだ？工事さんは一人の時間が欲しいそうですよ。はぁ？ではさよなら。二度と会う気はありませんけど。レナ、いやー。そうして私は夫の実家を出た。車がどんどん工事の地元から離れるにつれ、私は清々しい気持ちになる。やっと自由を手に入れた気分だった。その後、私はレナと共に自分の実家に戻り、以前の会社の上司に相談した。ありがたいことに、レナが1歳になる頃に再就職を約束してもらえた。はぁ、あれこれ命令されない生活、最高だわ。逃げ出して大正解ね。みなみ、また工事さんから電話だけど。弁護士を通してくださいって伝えておいて。何度も伝えてるんだけど困ったわね。もしもし、何度も言ってますけど弁護士を通してちょうだい。頼むよみなみ、母さんがレナに会いたがって毎日泣いてるんだよ。誰かさんがバカな嘘をつかなければお母さんを泣かせることもなかったのにね。みなみ、俺が悪かった。許してくれよ。どうして？自由を満喫すればいいじゃない。お前。あ、レナの離乳食の時間だから。じゃあね。私は誰にも邪魔されることなく愛する娘との時間を満喫するのだった。